こんにちは、ゲームエイトのケイダです。本日は連覇の道ように23回の事前無課金パーティーでやっております。アルカディア2体とメルエムカウンターキラーですねとアスカでやっております。まあ、基本的にはもう友情コンボ拾いまくりで倒していこうと思います。まあね、やっぱりねアルカディアがめっちゃ強いんですよね、ここ。まあ本来はアルカディア3体とかもいいんですけども、おそらく3体作ってる方多くはないだろうなと思って今回メルエムにしております。メレムのところまたメレム持ってないって方だったら、他にねやっぱキーちゃんとか、あと最近だったらあのキャラ強いですね、ユミルの神化かな、神キラー M のアンチワークかな。はい、けども僕はやっぱりアルカディアを押しております。友情拾えなかったね。やっぱ連覇の道ってね本当に負けられないんで、多分行って行って慎重に打った方がいいと思います。本当にね、結構僕も喋りながら適当に打ってるんですけども、この回は。でもまあ友情コンボが基本的にやっぱ強いんで、このパーティーは。はい、解けましたね。だから割と適当に弾いても大丈夫かなっていうふうに僕は思っております。やっぱトライブパルスがね、この10万ダメージかな、10万ダメージが一度にこの全ての敵に乗るのが強すぎる。ましてや2体いるんで20万ですね。はい、いやこれいいっす、本当にこの20万5000ダメージが一瞬で入るんで強い。この溶ける様が気持ちいいですね。はい、でね、メルエムもカウンターキラー持ってるんで、貴族生とはいえど全然強力です。はい、剣はアスカで取りたいね、これは。はい、この遠距離で倒しました、ザコは。で、こっからはもう基本的にもう、まあ、こっからっていうか、まあ、こっからも友情コンボで攻めていきましょう。アスカが強いんですよ、本当に。本当に強いです、アスカが。最終ゲージとかね、あの、SS 打てばザコを滅せます。一瞬で滅せます。本当に気持ちいいんで、アスカおすすめですよ、ここは。いい削りですね、はい。でもなんかやっぱりね、このステージは、回復がうざい。ボスの回復がうざい。未だにやっぱね、危険な場面は少なからずあるんで、これで倒したいですね。はい、行きましょう。行こう。オッケー。はい、では次、ボスじゃなくてステージ4ですね。はい。本当にね、友情コンボを拾ってるだけなんですけど、当たるかな、これ。アスカさん、アスカさん、いや強いよ強いよ、本当に強い、あなたは。はい、はい強い、はい強い。メルエムね、もうバカにならないんで、火力は。 SS がやっぱ強いし、カウンターキラーは、まあ、乗らないんですけどね、あの豆には。豆には乗らないんですけども、殴りがやっぱ強い、本当に強い。こっからですね、こっからあと5ターン以内にボスを仕留めないといけないっていうところです。まあ SS いい感じに溜まってきたんで、あ、いた。痛いよ。まあ、ブラフマーとかね持ってる方だったら、ブラフマー結構入れてやってる方も多いと思うんですけども、まあ最近は本当にアスカが強いです。あれ、ゴンさんも強いですね。ゴンの神化も結構強いですよね。はい。で、こんな感じで、ちょっと危険になったらメルエム打ちましょう。カウンターキラー。え、なに？なんでこんなダメージ入った今。あー最後の、これ打ちたかったんですけどね。フラッシュビッグバン、やめとこう。はい、行きましょう。次ボス戦ですね。はい、行きました、ボス戦です。またアスカ誰も友情拾いなさそう。3度目の正直。よし、 OK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 、まあ、とりあえず1体拾えたんで、次どっちかな。やっぱ同じキャラ2体入れてるとね、あの次どっちやったかなってなるの結構多いですよね。
どっちのアルカディアだったかなってなっちゃうんで。あら、友情コンボを見せないといけないパーティーなのに全然当たらない。頑張ります。はい、蘇生ですね。はい、トライパルス弱点刺され、いいね。いや強いわ、やっぱ強い。トライパルスですよ本当に。なんならマグメルでコピーしてもいいぐらいですよ。あとバンもね、コピー友情少ないですから現状。新キャラにもいましたね、コピーのキャラ。エルダード適正っぽいキャラでしたよね確か。マインスイーパー言えるかな。はい、ボス2に来ました。アスカの SS は最終まで取っておいてください。それが超おすすめです。なんでもやっぱりアスカの友情コンボ強いですね。調教爆発と調教貫通ハミング12かな、強い、うん、ほんまに。やっぱ重心化してから、てかもともと神々強かったんですけどね、重心化してからさらに強かった。本当に SS の火力バカにならないんで。マッチした、まあ、SS は極力最後まで取っておきましょうか。ピンチになったら打ちましょう。トライパルス、いや強いわ本当に。癖になりますねこのトライパルスは、このステージにおいて特に。この毒が痛いんですよね。ちょっとはい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 、行きましょう。ボスがあと3ターンで即死していきます。もちろんね、即死近くなったらね SS 視野に入れてください。もう打ってもいいかなってレベルなんですけども、打とうか、打ちましょう。弱点カンカンしましょう。はい、次はアルカディアスタートですね。で、アスカの SS をね、もう本当に全部の敵に当てたいんで、ザコは一応全て置いておきたいと思いますが、倒しちゃうかもしれません。うん、倒しちゃった。横断しとこうか。はい。いきますぜ、これでも食らえ。いきましょう、これでも食らえ。はい、ドン。いや強い。一瞬でこの火力ですからね、本当に強いわ。まあ、あとは友情コンボ拾いつつ6体以内にボスを倒しましょう。アルカディアの位置が最悪だ。豆も強い。メリウムの SS 最終たまらんか、ちょっと悲しい、糸悲しい。最終たまんないですねこれ。 HP がシビアになってきた。痛い、じゃあこれで仕留めます。はい、まあちょっとねヒヤッとした、まあちょっと危なかったんですけども、まあ今回このアルカディア2体とメリウムとアスカでやりました。まあメリウムの SS がねちょっと最終戦で使えなかったのがちょっと今危険な部分に陥ったんですけども、まあ、雑魚戦で全然余裕だったら使わなくてもいいので、こんな感じで攻略していただきたいと思います。できればアスカスタートがいいんですけどね、ポスト最終戦は。という感じで今回は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter フォローお待ちしております。それではバイバイ。